こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は腕時計の電池なんですが、最近あまり使われなくなったですね、SR の 41SW という、電池なんですが、そのことをちょっとご説明したいと思います。最近使われなくなったのはクォーツ時計の、出始めに非常に多かった電池ですね。使ったのが最近のムーブメントではもうほとんど使ってないでしょ。もうここ十何年、もう20年近くですかね。かなり以前の腕時計にはこう使用されてた電池なんですが、結構ね、長くも時計をお使いになっているお客様いらっしゃいましてですね、もうこの電池もですね、たまに出るんですよね。一応うちも在庫は抱えておりますので、電池っても非常に、また種類も多いんですよね。もう全部でこうざーっと見てもですね、リチウム電池入れたらもう50種類以上の電池が種類あります。いろんな大きさ、直径とかね、厚さとかもうまちまちでございますんで、あとは厳密に言えばそのデジタル用とかアナログ用、また それもちょっと分けられますんでね。こういうね、SR41SW とか SR41W っていうのもまたありまして、こういうね、ちょっと厚めの電池なんですけどね、こういう電池も結構最近ちょっと3つぐらいも、今月ですか、3つ交換しますね、この電池使って。そういうことでございますので、あまりうちもこう在庫を切らすことはないんですけど、万が一ね、昔の時計でどうしても電池が他のお店ないとかね、ありましたら、うちの方でも対応できる場合ありますので、どうかよろしくお願い申し上げます。